はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日は、火曜日でございます。今日からね、ピースの1週間がまた始まります。先日ね、初売り、ね、移転イベントということで、まあ、営業初日2日目とね、たくさんのお客様にご来店いただきながら、ご制約などね、頂戴いたしました。買取の相談なんかもね、ちょこちょことありまして、本当にね、いいスタートが切れたなって思っております。ね、本当にね、利用してくださる皆様のおかげでございます。ピースね、これからもね、一生懸命頑張りますんで、よろしくお願いいたします。はい、今週はね、年末の時に仕入れてたバントラック、やっと、値段出しまでできました。いろいろね、やっぱパーツ交換入ってたりとか、まあ、あと年末でバタバタしてたのと、まあ、移転業務っていうのもあったんでね、まあ、なかなか思うように進められなかったっていうのが一番なんですけども、でもやっとね仕入れた車たちやっと仕上がったところでございます。まずこの辺のクリッパートラック、平成27年式の走行距離がね、まだね 1.3 万キロ低走行ですね。低走行の軽トラック、2区のエアコン付きのマニュアル車になります。こんなのも車検通しながら値段出し完了しております。グーネットと自社ページの方には載せてあります。後ろね、やっぱまあ商用車なんで、まあトラックなんでね、ちょっとこう使用されてる感じ、なかなか傷はちょっとあるかなってとこなんですけど、まあ働く車なんで、この辺は、まあご理解いただければなと思います。キャビンの方は綺麗ですね、いい感じ。あとスズキのエブリ、これちょっと距離は乗ってたんですけども、27年式の11万9000キロになります。あ、そうだね、値段の方がこのついてる値段でもうピースはね、もう全部込み込み価格になってます。もう車検2年付きで保証もつけてね、1年間、あとタイヤもバッテリーも新品、福島県内宮城県内の納車費用も込みとして、もう全部込み込み価格の、プライス表示になっております。納車費用度が、もし店頭の方にね来ていただける場合は、納車費用分その分お値引きとなって、プライスから、ね、値段下げての店頭渡し価格となりますんでね、ご検討いただければなと思います。それと、初売りの時に、ありがたいことにね、たくさん車のご制約頂戴いたしました。今週は、ね、納車の準備だね、納車業務一生懸命頑張っていかないとね、この辺のライフ動画、ハスラー、これは年越す前かご制約いただいてたね、この辺のも今週引き渡しでね、いろいろあったもんで、いやでも本当にね、たくさんのご制約ありがとうございました。自分でもびっくりしております。この赤い札貼ってあるのがね、ご制約いただいた車たちだったんですけども、こんなに反響ねいただけるなんてね、本当にものすごく不安の中でね、ここでの営業スタートやったんですけども、本当にありがたいことにこんだけね、ご制約頂戴いたしました。なんかね、一安心ふーってね、なんか大丈夫だったのかな、なんとなくね、やっぱこんなね、田んぼのど真ん中にね移動して、まあ商売としてなるのかなっていう不安の中で、本当にねスタート切ったような感じだったんですけどもね、本当この YouTube 効果、インターネットの集客なんとか言ってるのかなーなんてね思いながらやっております、ね、本当にありがとうございます。それとバントラックの仕上がったのが、まあ、前もちょっと動画に撮ってたんですけどね、またご紹介させてもらいます。この辺にもね、車検2年付きでしっかりと仕上げてあります。なんか最近このハイゼットを触ってでエアコントラブルが多いですね。エバボレーターの交換してるのもあるんですけど、配管高圧パイプの交換、エアコンのパイプ交換もして、あとコンプレッサーもね、にじんでたんですよね。なんかこうハイゼット仕入れてて、まあもともとパイプの交換をよくやってたなって記憶ではあるんですけど、やっぱ10年落ちくらいになってくると、このモデルのハイゼットエアコントラブルちょこちょこ多分あると思いますね。まあ今後仕入れてる中で、まあ、悪いものは売りたくはないんでね、リビルトパーツ使ったり、まあ、あと新品でなきゃいけないところは新品使います、ね、パーツ交換しながらしっかりと仕上げて販売の方に回していきます。このハイゼット版なんかもね、これもエアコンコンプレッサーのにじみが出てました。なんでコンプレッサーリビルトパーツで交換しながら、車検の方として店頭の方に全部込み込み43万円で並んでおります。バントラック、ぜひぜひね、ご検討いただければなと思います。
あと人気どころの N ボックスカスタムもあります。あとね、東北地方では重要のあるね四駆になります。こんな感じのね並んでおります。 N ボックス、そんなところがな。あと、まあタイヤの取り扱い、少しですけれども、まあ、こんな感じでタイヤも並んであります。あと今までのピースでは、まあ、基本的に触らなかった高価格帯の、100万円クラスの中古車ね、こちらの日産のデイズルークスですね。平成31年式だ、令和元年式と同じなのかな、うん、ピースでもねやっとねこういう風な新しいモデルの車だし、ちょこちょこと入荷しております。74,000キロで、全部込み込み、これはデイズルークスハイウェイスターの、これターボ車です。ターボ車いいよね、今時なかなかターボ車ってなかなかないからね。こちらのデイズルークス、まあ、外装も内装もとっても綺麗でしたね、うん、車検2年付きで、保証も付き、新品タイヤバッテリー納車費用まで込みにして106万円となりますね。値段もいいね、本当にやっぱりなんだろう、かっこいいけど値段も高いねでもやっぱ人それぞれね価値観がありましてね、やっぱ新車じゃなきゃダメだっていう方もいれば、まあ中古でもいいな、でも新しい方がいいなっていう方もいらっしゃいますし、こんな立派なのがいいんだって、ね、動けばいいんだっていう方もいらっしゃいますね。いろんな価値観の方がいらっしゃいますんで、まあピースで一番得意なところは、まあ、正直にこういうところじゃなく、まあやっぱねあっち側によく並んでる、ね、20万円30万円、うん、まああと最近だとちょっとね、4、50万くらいの、中古車の方もやっと慣れてきたかなってところではあるんですけれども、まあ、そっち側がやっぱり一番得意ですね。まあでも車屋として、やっぱこういう風な新しいところの車もね触っていかないとなと思って、少しだけですけどもね、少しだけですけども取り扱いの方始めてみました。ぜひこういう風な新しめの高価格帯の車お探しの方いらっしゃいましたらね、ご相談いただければ、まあ努力いたします。まあでも他社と比べて大して差はないんでね、ディーラーさんとかでもこういう金額で普通に中古車売ってるからね、ピースで買ううまみは何ですかってないね、別にねないねまあでも悪いものは売ってるつもりはありませんので、しっかりとしたものをご提供させていただきます。保証も3年間までね、ご希望であればできますんでね、ご相談いただければなと思います。まあ、こんなところかな、ね、まあでも私自分でできることはね何でもやっていこうと思います。まあ、こんなところで、今週も頑張っていきます。車の買い取り販売、何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。